子のルルルルーム。皆さんこんにちは、白須川拓子でございます。今日お迎えするお客様は3回目のご登場です。相変わらずミディシティのエンタメ界のトップランナーでいらっしゃるトライクロニカの皆さんです。はーい、トキコさん、ずいぶんお久しぶりになっちゃったね。本当に私のことお忘れになったかと思ってましたのよ。まさか大切なトキコさんを忘れるなんて、そんなことあるわけないさ。それより僕たちをまた番組に呼んでくれてとってもサンキュー。ほらツインズたちもご挨拶してね。はい、ドラムのカイです、よろしく。ベースのリクです、よろしくお願いします。一旦コマーシャルです。僕はメロン味が好きです。兄さんは？俺はグレープ味がいいな。種族は？僕はレインボー味さ。わお、夢銀河レインボーバー、ひな星が出たらもう一本さ。さて、もうご存じない方はいらっしゃらないですよね。トライクロニカの皆さんです。やあ、早速ですが近況を教えていただけるかしら。はい、僕たちこの秋からレインボーギャラクシーツアーと銘打ったコスモツアーに旅立つんだよ。サウンドプラネットを飛び出してサウンドギャラクシー中のいろんな星を巡るんです。まあ素敵。じゃあしばらくの間ミディシティにはいらっしゃらないのね。それはそれでファンにとっては寂しいことじゃないかしら。ライブの様子はミディシティのみんなにも配信されるから安心してほしいな。あら、それはいいこと聞きました。それにどこに行ったって僕のハートは君たちと一緒さ。そう、ツインズたちのきら星と僕の明星の輝き、そしてファンのみんなの熱いハートが銀河に無限のレインボーを生み出すのさ。銀河に無限のレインボー、シュート君。じゃあみんな素敵な時間をありがとう。とってもサンキュー。不器用ゆえ教えて差し上げますよ。これが師範の言うところの遊びか。そなたのおかげで分かったことがある。え？そなたに三味線の指南をお願いしたい。喜んで、私もあなたにお願いがあります。ん？私にはあなたの勇気を分けてください。喜んで引き受けよう。それがしはアと申す。私はうんと申します。おいしいな、この団子は。ええ、極東一なんですよ。おいらたちにも少しあげてくれよ。懲りない奴らめ。水、水を置くなまし。あ、どうぞ。妖怪だ。おかげで生き返ったでありんす。主たち、怪我はないでありすか？だるまから人が。助けていただいて。はい、
声が小さくて聞こえない。あの、あなたのお名前は？アチキは風の吹くまま気の向くまま旅を続ける流浪のダルドラマ、ダルダユーと申すでありんす。さすらいは行く。これこそがつれづれなる操り無限な結成のきっかけだったそうな。